同じく母といっても宮と宮須どころは親一人子一人で片時も離れることもない十幾年の恩生活であった。西宮が母君とご一緒に行かれることはあまり例のないことであったが、しいてご一緒にお誘いになったほどの母君が、死の道だけはただ一人でおいでになったとお思いになることが、西宮の尽きぬお悲しみであった。